はい、スプレッド申します。ステップアップのベータ版のアプリのね、使い方というか、まあ簡単な解説をしていきたいと思います。実際にねアプリを入れて歩くとかいうとこじゃなくて、こういうねアプリなんだよっていう、まあ紹介になるかなと思います。実際にアクティベーションコードを入れて、で入金するところまでっていう感じですかね。まあちょっと興味のある方はね見てみてください。ではやっていきましょう。ちょっと基本的なところから、今これ見てるのがブログで概要欄に貼ってあるので、ちょっとね文字とかコピーしたいよっていう場合はブログの方飛んでコピーして貼り付けてください。ではまあちょっとやっていきましょう。アプリのねまずダウンロードインストール、この辺からねやっていきますと。まずダウンロードは Android はこちら、 iOS はこちらとなっています。これ公式からね引っ張ってきた、リンクになりますね。で iOS の場合は合計ダウンロード数が1万件までっていう決まりがねあるそうです。まあ、ただし上限まで達すると追加される可能性があるよっていう話がありました。でまたねこの1万件に達さなくても1日のダウンロード条件っていうのも決まっているらしくて、初日、公開初日はねすぐに上限に達してしまいました。1日の上限なので、まあ、どっかのタイミングでねまた公開がね再開しますよっていうことで、アプリの公開が10月13日で、10月14日14日の17時半から18時の間ぐらいにね、またアプリのね公開が再開されてました。まあ、一瞬だったみたいなんですけど、 iOS の方はね明日のまた多分同じ時間ぐらいにまた公開されるかもしれませんのでね、チェックしてみてください。でインストールなんですが、アプリの起動からメールアドレスの入力で、メールアドレスに届くオーソリゼーションピンコードっていうものを入れます。そうすると次アクティベーションコードっていうものを入れてねっていう画面になっちゃって、ほとんどの人がここで止まっているっていう状況だと思います。でそれがねもし入れることができたら次チュートリアルに進むっていう流れです。でこのアクティベーションコード何っていうと、ディスコードとかテレグラムで配布されているコードでして、1時間に10件ずつ、なのでディスコード10件、テレグラム10件で1時間に今20件のコードが配布されています。これを入れないとアプリにねログインすることができません。で14日の18時時点ではディスコードの方では毎時00分に配られます。テレグラムの方では毎時50分あたりに配られますと。毎時00分って言うと、まあ、15時ちょうどとか18時ちょうどとかのこの00分の時に配られますよっていうことですね。なのでこれを見て必死にねコードを打ち込んでログインするということが必要になってきます。これがねもうめちゃめちゃ難しい。でこれがうまいこといきましたら、アプリのね画面としてはこんな感じになってますよって。ごめんちょっと画面がめっちゃでかいんだけどさ、タブがねこの下の方に 1,2,3,4 つ並んでるのと、上の方に1つウォレットのマークですね、これが1つついてますと。これがねだいたい押せるボタンになってきます。勝手にね名前をつけちゃいました。メイン画面っていうのがこの一番左の走ってる人の画面ですね、メイン画面で。次この靴の画面がアイテム画面ということで、この購入した靴だとかジェム、ルートボックス、シューズボックス、この辺が並びますよっていうんでアイテム画面としました。でマーケットプレイス、他の人がね販売している靴だったりとか、ルートボックス、まあここではねシューズボックスっていうみたい、靴箱ですね、これがね並ぶのがこのマーケットプレイス、買い物カゴのマークのとこだね。で最後プロフィールということで、まあ、ここでねいろんな設定ができますよと。ちなみにラングイッチの方では日本語も選択できます。ウェブサイトとかだとさ日本語対応してなくて中国語とかだったらあったんだけど、ここではね逆に日本語対応してますということで、まあちょっと面白いことになってますね。で一番大事なウォレットですね、右上のポチッというところを押したらこういう画面に入りまして、ここでまたタブが分かれていたりとか、今いくら持ってるよっていうのが一覧でね分かるようになっています。これがまあ画面のなんとなくの説明ですね。でここからごめんなさい、ちょっと早口で申し訳ないんだけど、靴の入手方法をやっていきます。現在はマケプレから購入するしか手段がない状態です。ちょうど今ねステップアップの通知がちょっと来てたんですが、このここかな、今ねステーキングでもらってるルートボックス、これは、ベータ版で近日中に開封が可能になるよっていうんで、まあちょっとステーキングたくさんしててルートボックスたくさん持ってるよっていう方は慌てて今ねアプリにログインしてマーケットプレイスでちょっと今ね値段がすごい高い状態で購入するっていうのはしなくてもいいんじゃないかなとは思います。ただまあちょっと後で言うけどさ、チャンスとしてはかなり逃しちゃってるっていうことになっちゃうんだけどね。まあちょっとこれは最後にまとめて言いますね。まあちょっとこれは置いといて、
靴なんですが、とりあえずね、今現在ではマケプレから購入するしかないよと。持っているルートボックスに関してはまだね開封することはできないよといった感じになっています。で、このね、ここで購入した靴ベータバージョンのアプリなんだからメインアプリに引き継ぎできないよねっていうわけではなくて、もちろんメインアプリにも引き継ぎできますよというね話になっています。これはまあもちろんそうだよね。実際お金かけて購入したものがメインアプリになったら消えてなくなりますって、そんなねひどい話はないので、ちゃんとね引き継ぎできますよと。以前の動画でね、私引き継ぎできないんじゃないかなって言ってたのは、あくまでもエアドローとかね無料で配られる靴になるんじゃないかなっていう話だったので、メインアプリには引き継げないんじゃないかなっていう話をしてたんですが、エアドローとかレンタルの話はね消えてなくなりまして、もうがっつり購入プラス、速攻で買い占め、速攻高値で転売みたいな状況になっていますというのが今現状ですね。で、購入の手順としてはね、一応まあ簡単に言うと、フィットファイをねアプリ内ウォレットに送金で、マケプレから靴もしくは靴箱、さっきのシューズボックスだね、これを購入するっていう流れになっています。で、ただしなんですが、ただし iOS の場合アプリ内ウォレットを使用するっていうことができないそうで、ステップウェブウォレットっていうものをね用意してくれているので、これを利用するそうです。ここにリンクを貼っておきました。ステップウェブなんちゃらウォレットね、なんかここで登録してなんやかんやってしないと、 iOS の場合はこの靴とか靴箱を購入することができないそうです。じゃあちなみにどうやって送金するのっていうのをねちょっとやってみたので、これもね記事にしています。アプリ内ウォレットの作成をまずやって、そこからメタマスクにステップネットワークを追加。まあこれはやってない人だけですけどね。で、そのメタマスクからアプリ内ウォレットに送金をすると、ウォレット内にね、お金が増えますよと。まあと言われちゃ当然ちゃちょっと当然なんだけど、やり方をね、一応見ていきます。まずアプリ内ウォレットの作成をやっていきますよと。メイン画面から右上、ここのね、ちっちゃいウォレットのマークをクリックすると、まあタップすると、こういうふうにウォレットの画面が開きますよと。で、上部にね、ウォレットっていうボタンがありますので、ここをタップして、そうするとね、まだウォレットつなげてない人は、こういう風に、ウォレットつなげてね、みたいなものが出てきます。クリエイトニューウォレットを押すか、インポートなんちゃらウォレットを押すか。で、このインポートなんちゃらがさっきのウェブになるんじゃないかなと、私、ごめんなさい。これね、ちょっと調べずに、ちょっとそう思ってしまったので、クリエイトニューウォレット、こっちでね、アプリ内ウォレットを新しく作って対応しています。まあ、ウォレットを作るって言ったらね、このシードフレーズが、まあ、いつも通り出てきますので、これを、まあ、ちゃんとメモをする。そして、入力して問題がなかったらウォレットが作られますよと。あ、メールアドレスに届く2段階認証みたいなものが必要になってきますので、この右上、ここにですね、センドコードみたいなボタンが出てきます。これを押したら、登録したメールアドレスにコードが届きますので、それをここに入力したら、ウォレットの完成といった感じで、この下にね、こういうボタンがね、新しく追加されます。ウォレットの作成はここまで。じゃあ次に、メタマスクにステップネットワークを追加して送金するのをやっていきます。メタマスクにステップネットワークを追加するのはもう簡単で、私がまあ今回やったやり方としては、ステップアップの公式のツイッターにね、リンクツリーっていうのが追加されてますので、まあ、このリンクツリーをタップして、ステップネットワークのウェブサイトっていうところをね開けます。こういう感じのねサイトが出てきますので、これのアドレスをコピーです。ここで何か操作するのではなくて、ここのアドレスをコピーします。そしたら、次ね、メタマスクのブラウザっていうものがあるので、メタマスクのブラウザです。このステップネットワークにアクセスをして、右上のこのワンクリックチェインイナニャニャっていうのを押すと、もうこれだけでステップネットワークがメタマスクに追加されます。あ、承認を押さなきゃいけないですけどね。ここで承認を押したら、ウォレットの中に、まあ、メタマスクの中にステップネットワークっていうものが追加されますよと言ったのが、メタマスクにステップネットワークを追加する方法です。じゃあ実際ね、アプリ内ウォレットに、送金をしてみたいかと思います。アプリ内ウォレットのアドレスをまずコピーしますよと。ウォレットの画面から右下の、レシーブですね、受け取りを押しますと、こういう風にねアドレスが出てきます。で、コピーアドレスってことで、コピーアドレスをちゃんとコピーして、次にメタマスクを開いて送金と。この時必ずね、ウォレットの
ネットワークがステップネットワークになっていることを確認してください。これもし、今まで使ってたアバランチの C チェーンのネットワークからこのねアドレスに送金してもセルフゴックスっていうね、まあトークンが消えてなくなる可能性がかなりあると思います。助かる方法がね何かしらであるのかもしれないけど、それ私知らないので、もう間違いなくここのねメタマスクのネットワークがステップネットワークになっていることを確認して送金を押してください。そしたらまあ送金先っていうのがね出てきますので、ここでウォレットアドレスを貼り付けて、次に金額を入れて送金と押すとアプリ内ウォレットに着金されます。私の場合だったら1分ぐらいしてからこのリフレッシュっていうボタンをポチッと押したら、こういう風に反映されました。でちなみにこれ10って少ない金額を送ってるなって思うと思うんですが、最初のネットワーク最初のアドレスに送る場合は必ずね少額で送金することをおすすめします。例えばさっきのここのネットワークをね間違えてアバランチの C チェーンで、1万枚フィットファイ送ったけど全然着金しないんだけどなんでってなっちゃったらもうそこで1万枚消えてなくなるわけじゃないですか。そんなことならないために必ず少額でテストして問題ないなっていうのを確認してから大きな金額を送るようにするのが、まあ、私のおすすめです。ここにも書いてますね、私がね必ず少額でテストしてから本格的に資金を移動させましょうということで、これがアプリ内ウォレットに送金する方法ですね。で、じゃあこっからマーケットプレイスでね、靴や靴箱の購入をね、したいなと思うんですが、これ実は私未体験ですと。現在ですね、アプリ内のマーケットプレイス、状況がですね、あんまりよろしくない。今ね、シューズボックスに関しては、安くて8000フィットファイですね。8000フィットファイって今いくらだろう ?8000 フィットファイかける、今 0.0625 だいたい500ドルぐらいで靴が買えるよと。ただこれがもうほんとコモンの一番安い靴ですね。で何が出るかはわからないといった感じのものになってますが、それでもこれだけ高いよと。これだって今日本円にしたらさ145円にしとこうか、145円だとしたらさ7万2000円で靴買えるよ、ルートボックス買えるよ、ただし一番低いランクのね靴ですよ。これを今買うのかどうかっていうと私はちょっと遠慮したいなと思っています。特にまあツイッター動画の情報なんだけど、今これで歩いていくらぐらい儲かるのっていうと、まあ、ちょっとさ靴のレベルとかにもよるみたいなんだけど、20分歩いて200-300円とかいうね話が出てきてました。ちょっと安すぎる、原始回収まで何時間かかるんだ、何日かかるんだ、でも何ヶ月かかるんだって話になってしまうので、ちょっとねここは様子見しようかなと思ってます。最初にね運営が靴を用意してたらしいんですね。それが1000フィットファイだったそうです。それが、ユーザーによって買われて転売でこの1万フィットファイとか8000フィットファイとかいうそんな値段で転売されてるよっていう状況だそうですね。まあ、爆益を狙いたいとか、まあ、歩くんじゃなくて靴のミント工場で儲けたいとかいう人はこれ全然ガンガン買って靴をどんどんミントして新しい靴を生み出して販売するみたいなことをねすればいいと思うんだけど、私あんまりそういうことをやるのはちょっとめんどくさいと思っちゃうのでやりたくないっていうのと、そもそもそんな資金がねたくさんないので、ちょっとここをリスク負ってまでそんなことするぐらいだったらちょっと様子見ようかなと思っています。実際ねそのうちルートボックス開封されるっていう話が今出てきたので、値段もねしばらくしたら落ち着くと思うので、しばらくはもうちょっとここ眺めながら、あーこんな感じなんだねっていうんで人の情報だけ漁っておこうかなと。ムーブトゥアーンで稼ぐっていうよりも単純にもうほんとミント工場で稼ぐっていうね雰囲気の方がすごい強くなってしまってるのでね、ちょっと言ったらステップの二の舞になりそうな雰囲気がすごい強い、ですね。もう急激にドーンと上がって話題性だけで終わっちゃうとか、そんな話題性もなくねもしかしたら消えてなくなる可能性すらちょっと見えてきたなっていう感じで、ちょっとこの辺どうなんだろうなって思ってるとこなので、まあちょっと様子見をね私はしたいと思います。爆益を狙いたい人はちょっと挑んでみてもいいかもしれませんが、私はまあちょっとそこまで思わないのでちょっとのんびりと様子見をしたいと思いますっていうところかな。このアプリ内の靴の性能とかそのミントができるよって話っていうのも、公式さんが用意してるヘルプサイトがあるんですね。そこにいろいろ書かれてます。ちょっとこれに関してはまた後々動画にねしていきたいかと思いますので、とりあえず今日はねこのアプリっていうものが出てきてどんな感じだよ、今現状ね靴こんなことになってんだっていう
話だけちょっとしておこうかなと思ったので、動画にしました。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。スピルでした。またねー。